1988年11月、自宅で妻とシコメンデスは、ブラジルのゴム樹液採取者であり環境保護活動家。ゴムの木の生える熱帯雨林を伐採し、牧草地へ変えようとする大土地所有者や牧畜業者に対して戦い、ゴム樹液採取人組合を結成して、ブラジルにおける熱帯雨林保護活動を展開した。なお、チコメンデスと表記される場合もあるが、 それはスペイン語読みに準じたもので正確ではない。チコはポルトガル語で本名フランシスコの略称、愛称。またメンデスはポルトガル語ではメンデスと発音するためシコメンデスと表記されるのが一般的だがブラジルで話されるブラジルポルトガル語ではシコメンジスと発音するのでそのように表記、故障される場合もある。 アマゾンの熱帯雨林のバスイに対する反対、運動を行っていたさなかの1988年に、ブラジル西部のアクレ州で大土地所有者の放った資格により暗殺されて亡くなった。彼の死後、ブラジルでは、歌手シ,シモーネが歌ったローバー、エイチコメンデスをはじめ、彼を称えるいくつかの曲が作られて歌われている。またポール・マッカートニーも、How Many People をメンデスに捧げる歌として、 発表している、ありがとうございます。